今日は高血圧について日本高血圧学会の下澤先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すでに高血圧の症状が出ている人もいると思うんですけれども、高血圧になってしまった人への具体的なアドバイスや生活習慣の見直しというのは、はい、それもすごく重要ですよね。僕らはもう外来に お見えになった患者さんたちに何をお話しするかって、よく患者さんたちが血圧の薬を飲み始めたらもう一生飲み続けなきゃあかんのかというよくお話を聞かれるんですけども、そんなことは全然なくて、さっき言った減塩なり運動なり適切な体重、それから禁煙ですね、タバコをやめていただく、一体のことをすると薬を減らせる、あるいは薬をやめられることもあるんですよ。今からでも決して遅くありません。今からでも間に合います。しっかりそれをやることによって生活を考え直すと、あ、自分ここは悪かったんだな、睡眠の質も悪かったんだなとか、いろんなことを考えていただくとですね、ちょっとずつこう良くしていくと、だんだん血圧を元に戻すことができます。で、血圧が元に戻れば心臓、大きくなってしまった心臓を元に戻すこともできますし、血管もまた柔らかくすることができる、あるいはそれ以上硬くしないようにすることができるということで、長生きできますので、決して悲嘆する必要はないです。今からでも間に合います。